芸人としてだけでなく、多くのジャンルでマルチな活躍をしているバカリズムさん。脚本家になったのにはバカリズムさんらしい理由がありました。それは一体何だったのでしょうか。今回はバカリズムさんのコンビ時代のエピソードや、元アイドルとの馴れ初めについてまとめましたので紹介します。バカリズムさんのプロフィール。本名、増野秀友。生年月日、1975年11月28日。出身地、福岡県田川市。身長165センチ。血液型 A 型。学歴、日本映画学校。所属事務所、魔石芸能社。経歴。バカリズムさんは小学生の時、乱暴な性格でクラスでも浮いた存在だったといいます。ある日、クラスの人気者と揉め事を起こし、それがきっかけでクラス全員から無視をされてしまった時期がありました。しかし、この経験のおかげで、周囲の人間が何を考えているのかを想像する力や、客観的な洞察力が身につき、芸人になってからネタを作る能力につながっていると語っています。中学生の頃に父親が亡くなり、その後は母親と妹の3人家族で育ち、その頃にはすでに芸人を目指すことを決めていたそうです。高校では野球に打ち込む一方、やんちゃな一面もあり、暑い日にはパンツ一丁で授業を受けたり、屋上でサボったり、他校の生徒と大乱闘してレンガで頭を殴られて大怪我を負ったこともあると明かしています。高校卒業後に芸人を夢見て上京し、仕送りには頼らず、家賃3万円のアパートに住み、カラオケのバイトで生計を立てていました。1995年、日本映画学校在学中にお笑いコンビバカリズムを結成しますが、なかなか売れず、2005年にコンビを解消しました。その後はピン芸人として活動し、ピン芸人になった3ヶ月後にシュールなフリップネタで R1 グランプリの決勝に進出すると、トツギーノというネタが流行語になり、一躍ブレイクを果たしました。R1 グランプリには5年連続で出場し、4回決勝進出を果たしていますが、惜しくも優勝はできませんでした。お笑いの才能を認められているバカリズムさんですが、芸人だけでなく、ドラマの脚本執筆や出演など、マルチな活躍を見せています。不遇なコンビ時代。バカリズムさんはかつて、キクラゲというコンビを組んでいました。日本映画学校に在学中、漫才の授業でコンビを組んだことがきっかけで結成しています。当初はコンビ名の命名やネタ作りなど、年上の相方が主導権を握っていたそうです。しかし、敬語をやめようというルールにしてから、ネタの主導権はバカリズムさんに移り、コンビ名もキクラゲからバカリズムに変えました。バカリズムという名前にした理由は、既存の言葉では検索するときにややこしいと思い、あえてこの世にない名前にしたようです。コンビのネタはバカリズムさんが作り、相方はすべての雑用をこなし、バカリズムさんに現場の行き方まで教えていたそうです。コンビ時代のネタもシュールで定評がありましたが、なかなか売れませんでした。ある時、あまりに滑りすぎて、バカリズムさんが舞台から逃げ出してしまったことがありましたが、その時には、相方が一人二役でコントを最後まで続けてくれたといいます。そんな相方は30歳を迎えた時、芸人を辞めて普通に働きたいと言い、コンビを組んで10年で解散することになりました。バカリズムさんは相方の面倒見の良さを知っていたため、マネージャーにならないかと持ちかけますが、相方に、俺ならお前を売る自信があると言われると、逆にバカリズムさんは想像すると気持ち悪いと言って断ったそうです。相方は解散とともに所属事務所も辞めて芸人を引退し、現在は一般企業に勤めています。バカリズムさんはコンビ時代について、昔のネタを見るともっとこういう風に伝えればよかったのになと思う。ただ変わったことをやろうとしか思ってなくて、
客観視できてなかったし、伝える技術がなかった。ひねくれていたというか、売れないことを環境のせいや、お互い相方のせいにしていたと振り返っています。コンビ解散後、全く会うことはなかった二人ですが、2019年、稲川淳二さんの怪談ライブに行った時に偶然再会し、15年ぶりに顔を合わせたそうです。結婚するつもりは、バカリズムさんは2019年12月24日、元電波組インクの夢見ネムさんと結婚しました。ネムさんは2019年1月にグループを卒業すると、3月に芸能界を引退し、その後は完全予約制の書店の経営などをしています。ちなみにバカリズムさんよりネムさんの方が身長が5センチほど高く、年齢は非公開のようですが、12歳年下だと言われています。二人の関係は、もともとバカリズムさんのライブの歌を電波組インクに歌ってもらったという縁がありました。しかしその時は直接会ったことがなく、その後深夜番組でたまたま一緒になった時に初めて面識ができたそうです。その後共通の知人もいたことから連絡先を交換して食事をする間柄になりましたが、当時バカリズムさんは付き合うつもりはなかったようです。話が合うなとかいい子だなとは思ってたんですけど、アイドリングの番組の司会をやってる人間がアイドルと付き合うのは一番寒いと思ってたから何回か断ったんですよと振り返っていました。そしてそもそも芸能人と付き合うのがちょっと怖かったと当時の葛藤を明かしています。その気持ちや考えも直接ネムさんに告げたそうですが、何年か後に芸能界を引退しますと返されたといいます。バカリズムさん曰く、かなり長い期間かけてちょっとずつちょっとずつ距離を縮めていき、向こう側がぐいぐいととネムさんからのアプローチが強かったと告白。その後アイドリングも終了することとなり、ようやく交際に発展しました。このように慎重なバカリズムさんは付き合うまでに4年、さらに交際期間も3年と結婚まで7年かけています。交際してからは何もかも向こうがどん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 進めていったといい、定期的に結婚してくれるんだよねみたいな確認は向こうからあって、俺は運しか言ってない、プロポーズ的な言葉もないと明かしています。脚本家になったわけが、現在は脚本家としても活躍するバカリズムさんですが、芸人がなぜ脚本を書くのかと聞かれると、チヤホヤされたいからと笑って答えていました。脚本家デビューは世にも奇妙な物語の一編で、自身が出版した短編小説を読んだ番組スタッフからの依頼で執筆することになりました。これがきっかけで連ドラの仕事が舞い込み始め、最初は初めてのことにどうやればいいのか全くわからないと戸惑いもありながら、世間は騒ぐだろうし楽しそうという思いで快諾し、脚本家としてもスタートしました。脚本家を続ける原動力はあくまでもチヤホヤされたい、多才と言われたいという気持ちだといいます。そもそも連続ドラマの脚本に挑戦したのはそれをしている芸人がいなかったからで、連ドラの脚本を書くことは芸人としての付加価値として大きい、誰かがやっていたら僕はやらなかったですと語っています。目論み通りオファーはやまず、365日ずっと脚本などの宿題があってエンジンがかかりっぱなしの状態だそうです。しかし自分から発信したいテーマやメッセージはないし、僕は芸人なので脚本家になったつもりもないと断言しています。チヤホヤされたいという思いから始めたことではありますが、才能がないとできないことですので、高い能力を持っていることがわかりますね。年収が、バカリズムさんの収入源は大きくドラマ、映画出演、テレビ出演、CM 契約の4つに分けられます。2021年には2作のドラマ、2本の映画に出演しました。
ドラマの1話あたりの出演料は150万円くらいだとすると3000万円となり、映画1本あたりのギャラは100万円だとすると200万円になります。バラエティ番組の出演は2021年は約350回で、一番組あたりの出演料を10万円とすると約3500万円です。 CM は1本の出演で1500万円ほどだと考えられます。これらを合わせるとバカリズムさんのギャラは約8000万円以上だと見られています。これらがすべてバカリズムさんに入るわけではなく、事務所の取り分もあるので、バカリズムさんの年収は5500万円くらいだと推測されています。芸人としてだけでなく多くの分野で活躍していることがわかりますね。シュールなコントが持ち味のバカリズムさん、アイドルとの結婚には意外性があって徐々に外堀を埋められていった感じはバカリズムさんらしいなと思いました。これからも面白い作品で私たちを楽しませてほしいですね。あなたはどう思いましたでしょうか。これからもマルチな活躍が楽しみと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。